サマーズ級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級。ポーター級駆逐艦をもとに設計された共同駆逐艦。一番艦はリチャード・サマーズにちなみ命名されている。元来はポーター級の同系艦として計画された。しかし、年ごとの技術革新の動きに対応すべく設計をバブコックウィルコックス社に依頼して、 全くの新設計艦として建造されることとなった。全ポーター級から、監視用型船体や38口径5インチ、連装砲等4機を踏襲しているが、ポーター級での全部三脚賞を、防賞に改めてミズンは省略し、環境の高さを抑えて、後部砲位板を搭載しないなど全級でも問題になった、トップヘビー傾向を軽減するため、装備が一部変更された。 また、機関は、高出力のボイラーに変更し、煙突は単煙突化することで、甲板中央部に余裕を作り、4連装魚雷発射艦を全球よりも1機、多い3機を守備線上に装備した。片源12車線の雷装は、1943年に日本海軍の島風が収益するまで、駆逐艦の雷装としては、最も強力な攻撃力を有していた。しかし、 マハン級駆逐艦で問題となった、魚雷発射艦の工程順位を解決するために、発射艦の配置を一段上げ、対空もできて走行化された5インチ療養法に変更するなど、かえってトップヘビーを悪化させる結果になった。そのため、竣工後に第2魚雷発射艦や五郎の構造物の撤去を行った。1934年計画で2隻、 1935年に3隻の警護席を計画、建造した。巡航後は蒸気の撤去工事後、訓練を行った。第二次世界大戦の勃発後は主に大西洋方面で紹介任務にあたり、太平洋戦争が始まった後も護衛へ紹介任務に従事した。共同艦として建造された、東急であったが、日本海軍同様に共同艦の役目は、 軽巡洋艦が受け持ち、駆逐艦の大型化が進んだため共同艦として運用されず、アメリカ海軍が建造した最後の共同駆逐艦となった。ウォリントンとサンプソンの2隻は太平洋戦線のニューギニア方面で支援任務に参加したが、このうちのウォリントンは1944年訓練中に暴風雨に遭遇し、トップヘビーが災いしてバハマ沖で沈没した。 その他の艦は大きな改善に参加することなかったが、ドイツの U ボートや封鎖突破戦狩りでいくつか戦果を上げ、ノルマンディ上陸作戦やドラグーン作戦などにも参加した。ウォリントンを除く残存艦は1945年に退役し、1946年から1947年にかけて売却され解体された。 対戦勃発前からのトップヘビー改善の回収に、続いて、対戦中は3番砲が撤去されて40ミリ、連装機関砲と20ミリ機銃が装備された。デービスとジョーエットは1945年に入って、ポーター級回収艦と同様に5インチ砲を連装2機と単装1機に改め、環境は低くされた。 魚雷発射艦はすべて陸揚げされて、代わりに40ミリ機関砲を充実させた。ありがとうございます。